こんなになった。え、すごい、本当に嬉しい。でもちょっと調子乗って喋りすぎないように気をつけます。うん、そう、治ったからといって油断するときっと元通りになるので、そう、気をつけます。ね、すごい、いけた。ね、この調子で全回復できるように頑張ります。え、コメントでね、昨日の深夜に神社にお参りしたの、こう買ったんだって、してくださったんですか。2回だって、え、すごい、ありがとう。お前のために深夜にお参りありがとう。優しい。眠くなかった？寒そう。そしてありがとうございます。おかげで治りましたすごい、え、ありがとうございます。優しい。ね、で、今思ったより回復早すぎてびっくりした。まさかさ、あゆさん前もさ、昨日のショールームで明日治ってたらいいなって言ったじゃん。あれ全然なんか別に なんないだろうなと思ったから言ったんだけど、その通りになったね、その通りになった。嬉しいね、嬉しい。あとね、そしてあともう1週間でございます。そうなのですよね、あっという間に。早いね、早いものでね。もうちょいで始まるかなね、受付っていうか申し込みか、もうちょいだよね。とよろしいね、皆さん。月曜日だからさ、予定合わないとかあるとは思うんですよ。10月なったばっかりの10月最初の月曜日10月最初の月曜日なので、そう、予定合わないとかあると思うんですけれども、ぜひね、10月2日今のところまあまだ予定だけど、いや、そう、まだ発表されてないからね、予定だけど、そう、ぜひ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 お待ちしております。もっと早い、早すぎ。やば。でも準備は着々と進んでおります。そう、着々と進んでるので、もう完璧に仕上げられるようにしていきたいと思います。ね、やばいね、あと1週間。どうしたら公演当たるかなって分かんない。え、ね、何したらいいんですか。あゆ分かんない。あゆさ、そもそもさ、 AKB に入るまでその劇場があるっていうのなんとなくは知ってたので、場所も分かんないし、本当にあるのかも分かんなかったしえ、そうえ、そう、分かんなくて、だからこういざ入ってさ、 AKB に、劇場のこう場所も分かったし本当にあるのも分かったしそうね、そうなんですって感じ。
だファンレター送れてないって待ってるよみんな待ってる。いや本当都市伝説かと思った失礼失礼なんだけど本当に。えでもなんか本当になんか本当に AKB のこと全然知らなくて入るまで、それこそメンバーさんもテレビに出てる方しか分からなくて、本当それぐらい分かんなかった。そうテレビ名前までもあんま分かんなくて、そうでそうそのテレビ見ててたまたまね、そう歌番組とかはもちろんさ、そうそのそうね、そうそうそう見て出るとそう見てるとさいらっしゃったから見てたし、でもそうたまたまそのね夜中に目が覚めた時にテレビつけてテレビ見た時にマジスカがやってて、 そこでパルルさんが出てて、そう可愛い方が出てると思って、そうそれでそうパルルさんを好きになったんですよ。そうだから本当にあんそう AKB って言ってもそうちゃんと分かってたのがそうパルルさんとかテレビに出てた皆さん歌番組によく出ていらっしゃった選抜の皆さんだったから、そうなのそれぐらい分かんなくて、そう最初は分からなくて、だからいう公演曲とか本当にそう未だに分かん、多分未だに聞いたことない曲普通に AKB の曲であると思うし、そう題名言われても曲が分かんないの多分あると思う。そうなのでもそうそれぐらい、でもね公演の時にさこう覚えるようになるじゃないですか、やっぱり公演やるとえこの曲いい曲みたいな新発見があるから毎回すごく楽しいです。えそうだからそれこそただいま恋愛中公演の時はなんて素敵な世界に生まれたのだろうがえやばいいい曲と思ってやばいいい曲と思って、えそういい曲ってなったし、坂上公演だと坂上公演も結構始めましたんだけど、その汗とかいいよね、好きですよその汗、うんあと街角とかも好き個人的にすごく、そうそうイントロクイズされても全問正解できない、え多分できないかもしれない、でもそれがあるって分かったらちゃんと勉強するよ。えだってみんな知ってる、さ AKB のさあったじゃないですか、学力テストみたいなの懐かしい、あれ結構上位の方いたよね、えそうあれねちゃんと勉強したのちゃんと勉強したのっていう今だから言える、えそうちゃんと勉強したの、多分してなかったら分かんないの結構あったの、したからそう結構いいところまで行ったの、そうなのちゃんとしたんです、そう入りたかったからそう入れなかったけど入りたかったから、えそうちゃんと勉強したそうなの、だから多分あるって分かったらちゃんとやる人、えそう入りたいもんえそうしましたよちゃんと、私えねえ初めて劇場行った時知らない曲しか歌われてなくて驚いたやっぱそうだよね、そうだよね、みんなも知らない曲は絶対あるからさ、そのねやっぱそういう劇場だったりイベントだったりとかさ、それこそ全国握手会とかさ、あとなんだろうフェス系のイベントとかでさ、え初めて聞いたとか
この曲初めて聴くとかさ、そういう曲は全然ありそうね、コンサートとかでも。うん、はい。だってそれこそ B のツアーの時に恋愛サーカス入ってたじゃないですか。恋愛サーカスと思って、どんな曲なんだろうと思って、そう最初さ、恋愛サーカス、サーカスみたいな、サーカス、歌、歌でサーカスってどんな感じなんだろうと思って。そうでもいざこうやって、そう、あのレッスン受けたら、え、いい曲みたいな、楽しいと思って、そう、そうそうそうって思ったりとかしたので、なんかその入って、そう、え、いいみたいなのがいいから、逆になんか、そう、楽しかった、すごく。それはそう、楽しかったです。あー、恋愛サーカス知ってる方もやっぱまあいるよね。そうだよね。あゆ坂上公園ね、知ってる曲なんだったかな。坂上ですって知った時に知ってた曲は何知ってたかな、エンドロールとファンレターと、トゥービーと、ぐらいか、あと逆上がりか、逆上がりぐらいかもしか知らなかったから、そう、踊ったことはないから、もちろんその曲しかわかんないけど、そう、そのぐらいしか知らなくて、全く未知の領域すぎて、そう、必死に歌も覚えてダンスもって感じで、ほぼ寝ずにやった。多分あの期間本当に全然寝てないと思う。合計何時間ぐらい寝たんだろう、わかんない。本当なんなら、あ、本当に投資やりますみたいななった時は、やる前日とかは本当多分 1,2 時間しか寝てないレベルでそう、シンプルにやばすぎたから、そう、自分がやばすぎて、これじゃやばいと思って、そう、まあ、寝ることはさ後日でもできるじゃん別に。でもさ、投資リハとかはその日しかできないわけじゃん。でそうだから、どっちを取ったか、取るかってなった時に、まあ普通に投資を取って、そう、まあ、本番終わってから寝れば寝れるしと思って、寝ることはいつでもできると思って、でそうやってましたね。でそう、本番のね、前の前日の夜とかもだから、そんな寝てない。それこそその日もそんぐらいかも、1時間2時間寝る前に練習して、途中で起きて練習して、もう一回寝て、もう一回起きて練習してみたいな、で向かうみたいな。そう、まあ、とりあえずできないのが一番やばいから、そう、終わったらもう解放されるわけじゃないですか。だから解放されちゃえばもう何でも OK なわけなので、そうとりあえず、そう、そこまではねって感じは。今でも毎回そうかも、基本的に終わるまでは安心できないタイプだから、終わったらもう自由になろうと思って、それまではもうそのことしか考えない。そうそう、今までずっとそうだった、この AKB 入ってた期間で。そう、学生時代からそうかも。だからその合間に、学生時代はその合間に勉強とか宿題とかもやってみたいな感じでした。
そうでしたね。ね、本当歌割りよく覚えられるよね。愛も思った。愛もそれ思う。思います。自分でも思います。自分でも思った。はい、まあそんな感じで。あとね、土曜日と愛の卒業公演と残り、え、でも土曜日2回公演だからさ、合計3回は見れるってことなので、そう、ぜひ全部の回見ていただけたらなと思います。全部違う髪型やりたいって思ってるので、3公演とも違う髪型やると思う、今のところです。はい、ではではランキングを読みたいと思います。13位黒い招き猫さん、ありがとうございます。12位ともさん、ありがとうございます。11位あまねちゃん、ありがとうございます。10位かずさすがさん、ありがとうございます。9位かずひろさん、ありがとうございます。8位ザキヤマさん、ありがとうございます。7位 YK さん、ありがとうございます。6位ピカルン、ありがとうございます。5位さんまさん、ありがとうございます。4位カモさん、ありがとうございます。3位ゆうくん、ありがとうございます。2位プラハタハさん、ありがとうございます。1位あーちゃん、ありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。ちょっとね、そう、ちょっと声ね、一応あるので15分ですいません。はい、ではではまた明日も見てくださいね。虫に気をつけて、ちょっと高音波出さないように気をつけます。ありがとうございます。バイバイ。